悲しきスリジーンは、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ1台12話。2005年6月4日に BBC1 で放送され、脚本は、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビス、監督は、ジョー・アハーネが担当した。舞台は21世紀初頭のカーディフで、2005年のエピソード、宇宙大戦争の危機から半年後である。マーガレット・ブレインという名前の犯罪。 エイリアンスリジーン外星人のタイムトラベラー9代目ドクターに捕らえられ自由を得ようとする。悲しきスリジーンはポール・アボットが執筆したエピソードを置き換えたものであり、彼は他の脚本の委任があったために放棄せざるを得なかった。デイビスはマーガレットスリジーン役のアネット・バッド・ランドの演技を気に入ったため、シリーズ1第4は u o ロンドンに墜落と第五は 宇宙大戦争の危機からマーガレットを再登場させることに焦点を当てた違う物語を執筆すると決めた。主にデイビスはドクターの行動の結果を吟味し彼に敵を殺す権利があるか問題提起しようとした。また本エピソードは復活したドクター風が制作され2005年2月に収録が行われたカーディフを紹介する意図もあった。悲しきスリジンは イギリスで768万人の視聴者を獲得し、賛否の入り混じった評価を受けた。マーガレット・ブレインを演じた、アネット・バッドランド、ドクトル・フー・マガジンが行った、エグゼクティブ・プロデューサー兼脚本カラッセル、T ・デイビスとのインタビューによると、本エピソードは、もともと彼の友人で、元同僚であった、極めて名声の高く賞も受賞している、脚本家ポール・アボットにオファーが送られていた。 彼は受諾して、ストーリーラインを提出し、ローズは完璧なコンパニオンを作ろうと、ドクターが行った実験で生み出されたことを明かした。このエピソードのタイトルは、ザ・ボイドであった。しかしアボットは他に委託された脚本があったため、プロジェクトを放棄せざるを得ず、デイビスが代わりに、悲しきスリジーンを執筆した。彼は少ないセリフではあったものの、U4 ロンドンに墜落と、 宇宙大戦争の危機でブレインを演じたバッドランドの演技を機に入り彼女を再出演させた。ミスター・クリーバーを演じた俳優ウィリアム・トーマスは以前にクラシックシリーズのリメンブランス・オブ・ザ・ダーレックスにマーティン役で出演していた。彼は新旧ドクター・フーのいずれにも出演した初めての役者となった。後に彼はドクター・フーのスピンオフシリーズ 秘密情報部トーチウッドでグウェン・クーパーの父、ゲラント・クーパーを演じた。デイビスはもともと本作のタイトルをダイニング・ウィズ・モンスターズにするつもりだったと述べ、もっと良いタイトルは、ホワット・シュットウィド・ウィズ・マーガレットだろうとジョークを飛ばした。デイビスは、悲しきスリジーンをドクターに誰かを死に追いやる権利があるかを深掘りするエピソードにしようとし、 さらにマーガレットに最後に対面するドクターの行動の結果を示そうともした。このストーリーラインは戦争の雰囲気を帯びたエクルストンのドクターに合致していた。ドクターがもたらす結果は、ローズのボーイフレンドであるミッキーを通しても探求がなされており、彼はローズが近くにいないために振り回されていた。本エピソードの解決策はマーガレットをターディスの 力で卵に対抗させて新たな人生を歩ませるという明らかなデオス X マキナであったが、タービスのサイキックリンクがすでに確立されていたため、どこからともなくアイデアが湧いたわけではないとデイビスは強調した。悲しきスリジーンのシーンの多くは2005年2月にカーディフアンで撮影され、特にウェールズミレニアムセンターの正面で撮影されたシーンもある。ドクターが ウェールズの新聞ウエスタンメールを読むシーンも見られ、これはシリーズがウェールズで制作されクルーメンバーにもウェールズ人が多い。ことからウェールズの文化を取り入れたかったためであるとデイビスは語った。また彼は風景の美しさも可能な限り視聴者に見せようとも考えた。ローズとミッキーがロアルドダールプラッセでウォータータワーの前にいる夜のシーンは気温の低さゆえに噴水が 自動的に止まってしまい、撮影に2番を用した。ドクターとマーガレットの夕食のシーンは2005年1月にカーディフのレストランであるビストロ中で撮影され、これは他のシーンに先駆けての収録であった。同時期にパイパーとバローマンは空っぽの少年の収録を行っていた。これはバッドランドのスケジュールとの兼ね合いであった。スケジュールの一部は、 ハイパーのおじの聖居のため再編成され、エピソード終盤近くの一部シーンでは、彼女とエクルストンに代わって、他の俳優が演技を行った。マーガレットが変化した卵は、地球最後の日に登場した卵を再利用した、ものであった。今回登場した、時空間の裂け目は、賑やかな死体で登場したものである。マーガレットは、 子供の頃に毒を持つうじに捕食される脅威にさらされていたと語っており、そのような生物は初代ドクターのシリーズザ・ウェブ・プラネットに登場する。悲しきスリジーンはイギリスでは2005年6月4日に BBC1 で初めて放送された。本エピソードは713万人の視聴者と36.95%の番組視聴選挙率を獲得し、過去2週を上回った。 最終的な視聴者数は768万人に達した。日本では2006年11月7日に NHK 衛星第2テレビジョンで初放送され、地上波では NHK 教育テレビジョンにより2007年11月6日に放送された。10月30日の放送は BS ドキュメンタリーアジアに生きる子供たち友達とまた遊びたいフィリピン。 農地改革に揺れる島での放送により休止となった。 2011年3月20日には、ララ TV で放送された。SFX は、悲しき3ンをフォーマットを崩すエピソードであると表現した。批評家は、夕食のシーンを含めて、道徳的ジレンマを高く評価したものの、確実にある程度勢いを失い、多くの要素が深掘りされないままになっていると欠点を認めた。 マーガレットを卵に戻すという結末は手軽すぎる上にドクターにジレンマから脱出する道を与えてしまっていると批判しローズとミッキーが近い距離にいた証拠が欠けているため二人のストーリー展開も弱いとした。ナウプレイング氏のアーノルド・ティー・ブランバーグは悲しきスリジーンの評価をビーとし一部のプロットと論理を犠牲にしてはいるがキャラクターと本筋をよくまとめたと綴った。彼は 劇中の会話やマレーゴールドの音楽を称賛した。デジタルスパイ史のデック・ホーガンはより否定的な見解であり、本作を本当にダメだと感じ、マーガレットを再登場させたことを貧相なアイディアと酷評し、物語のペースも批判した。2013年に、ラジオタイムズ史のパトリック・マルケーンは、バッドランドと夕食のシーンを特に称賛したものの、 本作を、スティーブン・モファットの、ドクター・風デビューとラッセル・ティー・デイビスのドラマチックな、フィナーレに挟まれた、妙なショート・スーリーで、低カロリーの充填剤と表現した。ザ・ AV ・クラブ氏の批評家アラスター・ウィルキンスは本作に、B の評価を与え、普段よりも信じることを止める必要があると綴った。エピソードが、登場人物に焦点を当てている間にもプロットは、 必然性に組み込まれるものだが、マーガレットの運命に明確な動機づけがなされていないため、父の思い出ほどうまく機能しなかったと彼は感じた。一方でウィルキンスは、ローズとミッキーのストーリー展開を、悲しきスリジーンで、最も効果的に処理された部分であるとした。新シリーズのガイドブックフーズ・ザ・ドクトルでは、著者ロバート・スミスが、デウス・エクス・マキナナ結末を良いプロットではないとして、 不満を抱いたものの、悲しきスリジーンを非常に面白く考えさせられるエピソードであると表現した。彼はキャラクター要素とコメディを称賛した。彼の共調者、クレアム・バークはそこまで熱意がなく、面白いドタバタ劇に過ぎないと表現した。彼は本作に数多くの良いシーンがあると認めた上でリアルな物語ではないと感じ、決定が ドクターの手に委ねられていないため道徳的ジレンマの重要性が低いことを指摘した。ありがとうございます。